ありがとうございます、生きてましたよ、おかげさまでね、ありがとうございます。インターネットでね、よくね、死んだって出てるんですけどね、人ってね、なかなか死ねないみたいですね。ありがとうございます。あ、写真を撮ってくださる、いいですね、減りもんじゃあるまいしね、なんで写真撮っていいかと言いますと、ダンディのことをめったに見れませんからね、ということでね、私といえばですね、指を2本ね、なんか前出してね、一言言うやつでね、おかげさまでね、有名になったんですけども、それを今からやりたいと思いますね。ありがとうございますね、拍手がまばらでもいいですよ、ありがとうございます。よくね、ショッピングセンターなんかでね、やるとね、やって写真撮ったらね、みんないなくなるんですけどね、見てくださいね、私ですね。ということで、まずはですね、センターから私の代表作、あれが流行ったのは2003年でしてね、あれもう17年経つんですね。早いですね、11年ね。今からやりますんでね、張り切って行ってみたいと思います。それでは行きますよ、ゲッツいいゲッツですね、ありがとうございますね、ありがとうございますね。よく言われます、ダンディさん笑いより拍手多いよってね、分かってますね。今日はちょうどいいですね。こちら行きましょうか、すいません、本当にね、風もね、向かい風ですね、芸能界の向かい風で行きますよ。はい、それ、はい、ゲッツ、ナイスゲッツ。はい、2回目拍手はやや、やや減りて、いいです、ありがとうございます。さすがフロンターレ、ありがとうございます、ね、ゲッツやるだけやって10分経ったらいいんですけどね、なかなか時間経たないんですよ。撮りましたか、ありがとうございますね。撮った画像するの消してもらっても結構です。はい、こちらすいませんね、あ、ここ撮って、ここ撮って、ここ撮らないわけにもいきませんからね、いきますよ、せーの、はい、下からで、はい、ゲッツ、ナイスゲッツ。せーの、本当にお気遣いね、この短時間で早くも3ゲッツ、怖いですね、ありがとうございますね、断密ですね、断密ね。はい、ということでね、さあ、ゲッツもね、撮ったということでね、この後、恐怖の時間ね、ダンディさんの、そんなに面白くないんで、いっぱいやりますんで、しばらくお時間、最後までお付き合いください、お願いします。ありがとうございます。優しいですね、優しいの今だけですから、ね、どうも、お久しぶり。おお、おお、いいですよ、いいですよ、いいですよ。中村選手、10ヶ月ブリーフ。あ、なぜか拍手が多い。いいですよ、言ってみるもんですね、ありがとうございます、ね、全治10ヶ月言わなきゃよかった、言わなきゃよかった。今年の目標、現状維持、ダンディです。ダンディ、この前友達に、おいダンディ、あんた最近着ているスーツが増えたよねって言われたんだ。ダンディのスーツって一体全部で何パターンあるのって言われたから、ダンディ答えてやった。ダンディのスーツは全部で10パターンあるよってね。でも、ネタはワンパターンだって。ゲッツ、いいですよ、いいですよ、今日調子いいかもしれないね。Thank you so much。 ダンディ、今のお笑いブームね、このダンディがずっと引っ張ってきた、今のお笑いブームというのをずっとこのダンディが引っ張ってきたと思ったら、足引っ張ってた。ショック。いいですよ、苦笑いね、いいですよ、 Thank you so much。 ダンディ、この前こうやって釣り革持って電車に乗ってたら痴漢にあったんだよね。50歳のおじさんがダンディのお尻をもみもみで触るんだ。だからダンディ、一言こう言ってやった、ケッツ。頂点よりいいですよ。Thank you so much。 ダンディ、おかげさんで地方じゃまだまだ忙しくて、まさに猫の手も借りたいくらいで、でも猫の手は借りれない、借りてきても猫の手じゃゲッツができない。キャッツ。Thank you so much。 それではこの辺でダンディのジョーク集というのから、今日は野菜ジョークというのを皆さんに、久しぶりにやるよこれね。彼は貧乏な空手家、
陳玄斎。すぐ終わります。今日も大会のために瓦割りを行くよ。瓦割り、えいっパセリ、えいっブロッコリー、全部割れたす。あと半分です。今日はいよいよ大会当日。しかし彼は風邪をひいた。はっくさい、ごぼうごぼう。彼は風邪のめげず順調に勝ち進んだ。決勝の相手はアントニオ・エノキ。そこへ陳玄斎の奥さんキュウリー夫人が現れた。あんた試合に勝って賞金取ってこんな生活はもうやっしっ。それを聞いた陳玄斎はなぜかエノキの首をやっしめじ。反則うまめ。それからというもの陳玄斎はキュウリー夫人にこのかぼちゃテイスト一生虐げられたとさ。終わりです。よくできました。ダンディさんよくできましたよ、ね、今日はね調子良さげです。ちなみに今やりました野菜ジョーク17年前商店で滑りました。でやっぱりかみたいなね。ということでねダンディさんのねネタのコーナーもですねあと少しになりましたけども、最後にですねダンディさんが昔作りましたちっちゃい子向けに作りましたダンディ坂戸のゲッツ体操というのをやりましてお別れしたいと思います。それではダンディのゲッツ体操ミュージックスタート。よ、はい、すぐ折れます。はいはい、いいよ、体操です。よかったら一緒に真似してね。はい、3、はい、はい、まずは腕を上げていつもの、はい、ゲッ、はい、右に、よ、ゲッ、はい、左にも、みんな目が怖いよ。はい、ゲッ、はい、笑顔で、よろしく、はい、ゲッ、はい、はい、軽やかに、ゲッ、はい、力強く、ゲッ、はい、もう一回やって、はい、ゲッ、今日はスポーツ編です。ゲッ、はい、バッターです。ゲッ、キャッチャーです。ゲッ、はい、ボーリングです。投げるよ。ゲッ、はい、スキージャンプで行くよ。最後ジャンプ、スキージャンプ。葛西よし、やりました、やりましたよ。今日もお客さんのドキも抜かしてやりましたしてやったりです。ありがとうございます。以上、ね、お届けしたのはダンディ坂戸、ダンディ坂戸今年で53歳ということでね、ますます頑張っていこうと思います。本日はですねフロンターレのイベントに、呼んできました。ありがとうございます。以上ゲッツダンディでした。ありがとうございます。終わりましたよ